ったんだよ私。一生分頑張った。赤いオーロラ、もし見れたら幸運が訪れるんだ。雪の花。あのフィンランドのあのめちゃくちゃ積もってる雪の中を、登坂さんがリアルにあの遭難するんじゃないかとみんな思ったと思うんですよ。あれ大変でしただって心配になりましたもん。大丈夫なのかあれっていうですよね、ええ、本当に大変でした。そのなんかその一言に尽きるというか、どこまで走ってって多分指示がなかったんでずっと走ってたんですよ。でどんどんこう監督とか撮影クルーから離れて一人で走ってるんですけど、カットの声が聞こえないから危ない、ずっと走ってたんですよ。でもこれもしカットかかってなかったら止まったらまずいなと思って走り続けてて、もういいだろうと思って振り返ったらあのスタッフが走って追っかけてきてくれてて、多分だいぶ前にカットはかかってたっぽいんですけど聞こえないもんでこっちには、あのひたすら走ってもう足がパンパンでした。あの本作では赤いオーロラを見ると奇跡が起きるというねことからフィンランドに行かれるわけですけど、皆さんは普段から何か縁起を担いだりとか普段意識されてることとかジンクスだったりっていうのは。靴を左足から履くことかもしれないです。なんか左足から履くことに自分で気づいて最近、で左足から履いてるなと思って一回右から履いてみたんですけど、はい、すげえ気持ち悪くて一回脱いでもう一回左足から履いたりするぐらい可愛らしい、なんかあんまりしっくりこなかったのでなんかその気持ち悪さが残ってなんか何かするのが嫌だったんで。中条さんどうですか。そうですね、私は毎年初詣は絶対に行くっていうジンクスかな。いやそれはあのまあまあいると思う。ジンクスって普通もちろんオリジナルのやつない。えでもあじゃあその中でもあのおみくじは引かないっていうジンクスどう。そう絶対もう1年それ引きずっちゃうんで、もう絶対引かないっていうジンクス。なるほど、わかりました。かわいい。いいと思う。スカイダイビング言いましたね今、はい、絶対やってください。あのヘルメットにあのカメラつけて飛びます、ね、こういうやつですか、雪の花って叫びながら、なんでやなんでよ大ヒット上映中って言いながら絶対 CM に使われそうで顔バーみたいになってるし見たい、ね、ヒットするならそれぐらいやりますけど、お、はい、皆さん見てみたいですよねこれ。おほら、じゃあそれを受けて中条さんどうですか。スカイダイビング一緒じゃん一緒じゃんヘルメットにカメラつけてそうやります。わかりました、はい、登坂さんがやるんだったらもう私もやるかな、はい、やります。あのよくあの登坂さんにはあのちょっと天真爛漫さがなんかあゆみちゃんみたいだねっていうふうにはあの言われたので、ちょっとそういうなんか元気な喜怒哀楽が結構はっきりしてる感じはみゆきちゃんに似てるんじゃないかなって思います。なるほど。では、ゆうすけに似ているところっていうのは登坂さんねあったりしますかね。どうしました。お、あれサプライズかな。なんかまずいこと聞きました。なんか今絶対にそれを聞いてはいけないみたいな、あのなんか今一番聞いちゃいけないことを嫌だったみたい。これ事務所 NG の質問やっちゃいました。なんかやっちゃいました。どの部分が今 NG ちょっと似てるとか言われたくないからみたいな、そういうオリジナル俺は俺だからみたいな、そういうことです。公開ですが、これは別に体調何あ、分かった、真摯なところ、そういうこと。誕生日おめでとう。え、今嘘あさって2月4日は中条あゆみさんの22歳の誕生日ということで、あ、
めでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。びっくりした。いや戸坂さん、はい、サプライズ大成功でしたね。今大成功でした、すごい役者っぷり発揮しちゃいました今してなかったかめちゃくちゃ大根役者ですね無言で去るっていう。大丈夫かな、すいません、はい、本当に焦った。なんか体調悪くなって出てっちゃったのかなと思ってやばいこの場しのぎどうしようみたいなすごい焦っちゃった、誕生日そう誕生日でしょ、優しい、あでも去年もお祝い しましたね、撮影中に。それは日本で、フィンランドで、フィンランドで、それもなんかこういう感じでしたよね。なんか急にね、そう、あみちゃんが撮影してる時の横の部屋でずっと俺待機して、であのケーキみんなで用意して、それを監督がカットかけた後に持っていくっていう。去年の今頃って本当クランクインしてまだ2日3日とかそんな感じでしたよね。だったので、そのケーキ出す時もなんか。普段あまりしないんですけど、こうハッピーバースデーみたいなサングラスあるじゃないですか。そうだそうだ、パリピっぽいやつあるじゃないですか。あれをかけて勇気を出して僕がこうおめでとうって持ってったんですけど、割とさらっとありがとうって終わったんで。いや、はい、なんかすっごいあのハッピーバースデーの曲をあの生まれて一番ってくらいなんかすっごいいい声で歌われたなってそこにあの感動もしてましたね。